ダリル・ビーティは、オーストラリア・クイーンズランド州、チャールビル出身の元オートバイレーサー。1989年、フィリップ・アイランドで開催された、オーストラリア GP-250cc クラスのワイルドカード枠で、ロードレース世界選手権初参戦を果たす。非力なマシンながら、ポールポジションを獲得、トップ争いに絡み、 毎週メインストレートで3、4台に抜かれてもそれ以外の部分で抜き返すバトルを繰り広げた。その後 BT は全日本ロードレース選手権500、CC クラスに NSR500 を買って参戦し、1992年にはシリーズチャンピオンを獲得した。また同年の鈴鹿八体ではワインガードナーと組んで RVF750 で優勝を果たした。 さらに同年には、ロードレース世界選手権開幕戦の日本 GP で、ワイルドカード参戦枠で 500cc クラス、GP デビューを果たし、そのレースで右足を骨折してしまった、ガードナーの代役として続く、第2戦、イースタンクリーク、第3戦、シャーラムにも金本ホンダから出場。それぞれ3位6位に入る活躍を見せた。前年の活躍が認められ、 1993年には、ホンダワークスのロスマンズホンダからミック・ドゥハンのチームメイトとして GP フル参戦デビューを果たした。第6戦ホッケンハイムで初優勝し、年間ランキングではケビン・シュワーンツ、ウェイン・レイニーに次ぐ3位を獲得した。ホンダは翌年に BT をスーパーバイク世界選手権に起用する考えだった。しかし、 本人は GP に止まることを望んでいたため、この年限りで BT はホンダを去ることになってしまった。翌1994年シーズンは、チームロバーツ・ヤマハからの出場となった。第9戦ルマンではクラッシュで、チェーンとリアスプロケットの間に挟んだ片足の指をすべて失う、大怪我を負い、参戦を欠場。その間の大役は、安倍のリーフミが務めた。 結局この年 BT は表彰台に立つこともなくシリーズ13位に沈んだ。1995年にはラッキーストライク鈴木チームに移籍し、この年が BT のベストシーズンとなった。シーズン前半はチャンピオン争いをリードし、第7戦圧戦での転倒、重傷の影響により、ドゥハンに逆転を許してしまったがシリーズ2位を獲得した。 翌1996年、BT は、シーズン開幕前のテストでのクラッシュで頭部に重傷を負ってしまう。開幕から2戦を欠場し、一時復帰したが、第4戦ヘレス、第6戦、ポールリカールと、相次いで、クラッシュ、再び欠場することになった。結局この年は、わずか4戦の出場となり、シリーズ18位に終わった。 1997年も鈴木に残留し、苦闘を続けたが、かつての輝きが戻ることはなく、BT はこの年限りで、ロードレースから引退することになった。2002年、BT は、地元、オーストラリアで人気の V8 スーパーカーにイムリー、モータースポーツチームからホールデンコモドア VX を、買って参戦。サンダウン500とバサースと1000に出場したが、 それぞれ25位、リタイアに終わった。現在、BT は、オーストラリアのチャンネル10でコメンテーターを務めている。ありがとうございます。